図の下側から北赤道海流メキシコ湾流北大西洋海流。東進してノルウェー海流、北上して東グリーンランド海流、イルミン川海流、南に反転してカナリア海流。カナリア海流、またはカナリー海流は北大西洋海流の南側の分流でアゾレス諸島とイベリア半島の間を南方向へ流れる寒流。一部は アフリカ海岸沿いにギニア海流へとつながっている。海流としてはごく弱いものであるが、流量は毎秒1500万トンほどである。また、アフリカ北西の東赤道大西洋はカナリア海流による離岸流の影響で優勝流が発達する。アフリカ大陸の北西岸に沿って、ほぼ南流する海流で、メキシコ湾流の抜流が倒流して、イベリア半島の沖で進路を。 南点させ、カナリア諸島を経て、南西方向に流れる海流を言う。この海流は、西に屈曲して、北赤道海流と合流し、その一部は南東に向きを変えて、ギニア海流に入る。北、大西洋は熱帯寒流という時計の、張り回り寒流の一部を成している。速度はゆっくりで、大部分が1ノット未満である。海流の季節変化は、 北緯20度以北では、ほとんど見られないが、20度以南においては、下気は相当程度狭くなって、赤道反流が不明瞭になる一方、陶器は幅が広くなる。ありがとうございます。